トップを走る人たちこそ見たくもない汚い感情を抱えてる。光が強ければ闇は深くなる。それに目を背けて逃げ出すか、向かい合って乗り越えていくか。アイドリッシュセブンの出口はどっち？どうしていいのかずっと分かんなくて。イオリに感謝しなきゃって思ってた。今でも思ってるよ。だけどみんながイオリがいいって言って、イオリがセンターの方が売り上げもいいって、自分を否定されたようなそんな気持ちになって。あなたはバカじゃないですか。バカって。あなたはアイドリッシュセブン随一の歌唱力なんですよ。トリガーの九条天を任したくらいの歌声の持ち主です。負けてないって。そんな人の代わりにセンターになって歌う私の気持ちがあなたに分かりますか？私だって怖くて怖くてたまりませんでした。だけどみんなを、あなたを助けるためだからセンターに立ったんじゃないですか。なのに何ですかその態度、ひどいじゃないですか。許して、イオリ。泣かないで。泣いてませんけど。イオリが同じような気持ちでいるって気がつかなかったんだ。イオリは何でもできるし、スタイルもいいし、俺がイオリを羨んで嫉妬してるばっかりだって。こんな気持ちに気づかれたら呆れられちゃうだろう。そう思ってた。バカな人。ごめんな。自分と他人を比べるから落とし穴に落ちていくんだよ。僕は絶対八乙女岳に勝てない。綱志龍之介に勝てない。
だけど僕には絶対二人には負けないものがある。他人と比べていいことなんてない。比較していいのは過去と未来の自分だけ。ブラックホワイトで僕らに勝ったあの時の君たち自身に今日の君たちが勝ってみせて。明日も明後日も勝ち続ける努力をやめないで。よっしゃな、今のだいぶいいだろう。おお、グレート。さすがだな、八乙女。あんたみたいに生まれたら人生楽勝だったんだろうな。どういう意味だ。ああ、いや、悪い意味じゃなくてさ、羨ましいなって。素直に。天も似たようなことを言った。生まれ持った顔と体で楽に成功してきたんだろうってな。他のやつにもよく言われる。だけどその度にこう思うんだ。何言ってんだ。あんただってイケてんじゃんか。一体何が不満なんだって。あんたが言ったら、そりゃ嫌味だろ。何が嫌味だよ。俺がパーフェクトな成功者に見えんのか。じゃあなんで俺に可愛い彼女がいねえんだよ。いないのか？いねえよ、クソ。何人もの美女、キープしているのではないですよ。ほら、それだ。好きになった奴にもそう言われる。ガチでへこむっつうの。去年のブラックホワイトだってそうだ。俺たちだって必死だった。俺たちだってがむしゃらで、俺たちだって応援が欲しかった。だけど世間が声援を送ったのはアイドリッシュセブンだったじゃないか。
お前らが勝たせてくれなかっただろ。俺は俺以外を生きたことがない。だけど俺を必死に生きてる。大真面目に八乙女学をやってんだよ。お前はどうなんだ。真面目に泉美月をやってんのか。やってるよ。やってるつもりだよ。だけど何が正しいのか頭の中ぐちゃぐちゃになっちまって。ぐちゃぐちゃなのは自分の声を聞いてないからだ。自分の声。そうだ。正解なんて探すな。そんなもんあったら苦労しねえけど、楽な一本道なんてどこにもない。ノイズは消せ。自分の声だけ探せ。100人に愛されるお前じゃなくて、お前に愛されるお前になれ。そしたらいつか1万人がお前を愛するようになる。それが自分自身を真面目に生きるってことだろ。すごいですね、綱木さん。キレも鋭いし、ゴムみたいに柔軟で、人間の動きじゃないみたいだ。ありがとう。思わず見とれましたね、玉木くん。玉木くん、そのくらい俺だってできる。そうだな。君は資質がいいから練習すれば。今すぐできる。柔軟してる？腰から肩が少し硬いから、その辺の動きに気をつけて。うっさいな。教えてくれなんて頼んでねえし。ごめん。玉木君、そんな言い方は失礼だよ。綱木さんはプロダンサー顔負けの技術を持ってるすごい先生。そうちゃん、こいつ褒めてばっか。あんたが尊敬してるって言うから頑張ってたのに、そっちばっかすごいすごいって。尊敬なんて言ったっけ。は？怒らないって言っただろ。玉木君も上手だって思ってるよ。うっせ、もう知らん。かわいいな。玉木くん、
相棒の気を引きたくて焼き餅焼いてたのか。うるせえエロエロビーストめ。エロエロビーストは雑誌の見出しに書いてあった。他にもセクシードラゴンとかリゾート育ちのフェロモン王子とか。あれは会社のイメージ作りなんだよ。本当はベッドシーンよりベッドメイキングの方が得意なんだ。そうなんですか？ああ、アイロンを使って丁寧にパリッと仕上げられる。シーツの話じゃなくて、全部イメージ作りって。うん、そうなんだ。ホテル王の息子なんて言われてるけど、母親の再婚相手がたまたまホテル経営者だっただけだ。本当の父親は沖縄で漁師をしてる。毎朝3時に起きて海に出て昼過ぎに帰ってくる生活を送ってた。俺も漁師になる予定だったんだけど、親父の船が壊れちゃって、お金に困って芸能界に入ったんだよ。信じられない。セクシーでセレブなイメージの綱嶋龍之介さんが芸能界なんて、そんなもんだ。玉木君、生き別れになった妹さん探してるんだね。ああ。俺にも弟が3人いるんだ。みんないい子たちで可愛くってね。親父の新しい船を買って、あの子たちを全員大学に行かせてやるのが俺の夢なんだ。だから妹を探している君のことも人ごとには思えないんだよね。協力できることがあるなら何でもするよ。遠慮しないで言ってくれ。龍兄貴。ゴージャスなセレブじゃない、ただの漁師の息子だから、あまりつてはないけど。ごめん、エロエロとか言って。慣れてるからいいよ。アヤのこと心配してくれてありがとう。君は素直だな。俺の弟みたいだ。さて、もう一頑張りしようか。